皆さん、こんにちは。ダンクマンよしです。というわけで早速ですが、ちょっと今朝緊急事態が発生してしまいまして、今この動画を撮ってるんですが、ちょっとその話に入っていく前に、まず一つ振り返っておきたいことがあって、昔からね、動画を見てくれてる人は知ってると思うんですが、自分が2014年、ウエストバージニアにいた頃に、左腕を一回骨折してて、そしてこれはどういう状況やったかというと、自分がそのジムでね、筋トレバリバリしまくって、クタクタの時に、そのジムの知り合いから、ご対5のメンツが足りないから一緒にバスケしようと誘われて、 ねそんなクタクタな状態でバスケとかしたらその怪我の確率が高くなるからやるべきではなかったんですけど自分がそのバスケしたいって気持ちが強かったからそれに負けてしまって結局やってしまって案の定そのプレイ中に空中でその体を押されて左腕から落ちてもう左腕を骨折そしてもちろんそのすぐ後に病院に搬送になって手術をするってなってこの折れた骨と骨を固定するためにそのプレートとスクルネジを入れるっていう内容の手術でまあその時はそんな感じだったんですが自分はそれからその手術 から、一年経った後も、ずーっとその左腕に違和感が残ってて、一緒に相談したら、その腕に入ってるプレートやネジが関係している可能性があると、そう言われて、だからその年、2015年の暮れに自分は日本に帰ってきて、このプレートとネジを抜く手術をして、それは一応無事に成功したんですよね。そしてそれからだんだん時間が経つにつれて、どんどん腕の感触も良くなってきて、医者にゴーサインもらって、その筋トレやバスケ、いろいろなことをやり始めて、あ、やっと元通りになって良かったなーと、めちゃめちゃ嬉しかったのをね、今でも覚えてるんですが、 2016年また大事件が起きてその年の春ぐらいですかねある日急にその野球の助っ人として野球の試合に呼ばれて野球やることになってそして当時自分が確かフォアボールで出類して何を思ったか投類を試みたんですよそしてその時は確か投類は成功してパッて立ち上がったらみんなが自分の方をこう指差していて真っ青な顔しててパッと自分の左腕を見たらまたグネグネになってて前と全く同じ箇所を折っていたんですよねだからおそらくその投類をした際に強く腕を地面と接触して折ってしまったと思 思うんんんんででですすすすけどもちろんすぐににまたたた手術っっっっててな病院に行ったんですががこの時の時医者が結構やばかったんですよねその前に腕を折った時には、手術前にドクターがちゃんとその内容を説明してくれて、その折れた腕を固定するために、プレートとネジを使っていくみたいな、そんな感じの説明はあったんですけど、その時の手術ではそれがなくて、もう一気に手術が始まっちゃって、そしてその後手術が終わって麻酔から目が覚めたら、なんかこう、肘も痛いなと。そして、よくよく確かめてみたら、ここもどうやら切開してあって、これは一体どういうことかと、一緒に速攻を聞いてみたら、 今回はその医者の独断でこの骨の中心の部分は空洞になってるんですけどそこにそのロッド棒みたいなやつを肘から入れてあると最初ははっと思ったけどもうそれも終わったことだしどうしようもなかったからもうその時はそれで終わってでもその後もう感知したよって言われた後もずっと違和感は残ってておかしいなおかしいなと思ってたから今度はそのロサンゼルスでも評判がいい UCLA の大学病院に行ってみてそこの先生に見せに行ったらその中に入ってるロッドの角度の影響で骨がちゃんとくっつききれてないともう今でもね その時の感覚を覚えてるんですが、めちゃめちゃショックで、でもまあそんなぐじぐじしていても何も解決しないから、すぐに切り替えて、じゃあどうやったら良くなるのかと、先生に聞いてみたら、その時の問題はその骨と骨が完璧にくっつき切れてないっていうことだったから、ここをくっつけるために、その自分の体の他の部分の骨を持ってきて、そのくっつける役目をしてもらうと。そしてその一部分っていうのが骨盤で、その骨盤の骨の一部分を切り取って、この折れてる骨と骨の間に入れる手術だと。でもこれ今でも覚えてるんですけど、その骨盤の骨を切り取ることに によって当時のその自分の運動能力やジャンプ力に影響はないのかとバリバリ先生と確認してましたよねっていうのはもうその頃にはダンクにハマっていたからではまあ先生曰く問題がないってことだったから手術をやるって決めてそのさっきも言ったように腰の部分をちょっと切って骨盤の骨を切り取ってこの左腕の骨と骨の間に入れるっていう手術をやってこの手術は無事に成功そしてこの時は確か2016年の秋ぐらいそしてまあその後はご存知の通り少しずつそのバスケや筋トレダンクができるようになってった感じですとまあ少し長くな ありましたが自分の左腕にはこういった歴史がありました。 からの今朝になるんですけど、この左腕にめちゃめちゃ違和感を感じて自分目が覚めて、もう左腕にそんな異変を感じたのは、2016年の手術の時以来だったんで、めちゃめちゃ焦って、一生懸命なんでこうなったやろうって考えても全然わかんなくて、唯一心当たりがあるのが、その起きた時に自分が寝相が悪くて腕をこう枕にしてるような感じでね、腕に体重をかけて寝てたんですよね。もしかするとそれが影響してる可能性はあります。まあ、何をともあれすぐにその前回手術をしてくれた UCLA に連絡してみたら、もしかするとその 腕に入ってるネジが緩んでしまったりも、しくは外れてるる可能性があるとでもその今の自分の現状を聞く限り、緊急を要することではないから、もしも自分がその今後日本に帰るんだったら、日本に帰ってからしっかりとその同じ先生に診てもらった方がいいかもしれないって言われて、っていうのは自分は数ヶ月後にはもう日本にいるから、そしてまあここで無理して大金出して見てもらっても、おそらくその数ヶ月で終わる話ではなく、診察に診察を重ねて、もしかしたら手術そしてもしもその手術をしても、その後もう何回か先生のところに診察に行かなければいけないと。だ だからまあそういった可能性や現状、タイミングを考慮すると、日本でしっかりと進めた方がいいってい話になって、そして仮にその1本の、もしくは数本のネジが緩んでいたり取れていたとしても、大部分はまだプレートで固定されてるはずだから、激しい衝撃を与えない限り大丈夫だと、そう言われました。まあ確かにね、めちゃめちゃ違和感はあって、全然その重いウェイドとかはできる感じではないんですけど、そのコップくらいだったらね、全然持てる感じで、生活ができないっていうほどでもないから、気をつけていけばおそらく日本に帰るまで大丈夫です。ではまあ今後、 おそらくその左手を使った筋トレとか、もしくはその左手のダンクとかはね、無理な感じがしますよね。 でもまあ、一郎選手も言っていたんですが、その失敗に失敗を重ねて、たどり着いたゴールの方が深みはあると。それはその無駄やと思ってたことでも、結局無駄ではなくて、それは大切なことで、何やったら遠回りすることが結局は一番の近道なんやと。そんな感じの考え方で、だからその理論だと、めちゃめちゃ今の自分に当てはまってるなと思って、振り返ればそのジャンプ力やダンクを極め始めようとした年齢もね、遅かったですし、そこからはさっき言ったようにこんな骨折の問題もあって、その後もその腰や股関節の問題で2年間ほとんど何もできなくて、 服に向けててててていいろんなここととを試ししししきてかと思ったたたらまのの腕の問題が再発したりりすごく遠回りしている感じでもまあ、これは元をたどればね、全部自分の責任なんですよね。そのトレーニングを始めるタイミングにしても、若い頃もその自分が遊びたいとか、彼女を作りたいとか、そういったことばっかり考えずに、自分は本当に何がしたいんだろうって、もっと真剣に考えていたら、もっと早い段階でこのジャンプやダンクトレーニングを始めていた可能性もあるし、そしてこの腕の骨折に関しても、その一番最初自分がしっかりと判断して、バスケをしなかったら、 こういったことは起きていなかったかもしれないし、あとはその後の医者の選び方とか、この2年間股関節の復活に向けて取り組んできた様々なこと、そして言うまでもなく、そのうちのほとんどは失敗だったんで、結局はね、全部自分のせいなんですけど、間違いなくね、これらのことは、その経験値となって、自分の中に積み重なってる感じはします。だからその一郎選手が言ってるように、それらの経験や失敗を重ねながら、かなり遠回りはしてるんですけど、その遠回りをしながら、自分が定めたゴールを達成していくことに意味があると、そう思いたいですよね。 うん。 自分の今の直近のゴールはその正規の高さでダンクを成功させること。あとは日本で何らかの形でこのバスケやダンク、NBA を絡めたビジネスを始めていくこと。そしてその他でもこれはゴールというか夢でもありますよね。これまですごく世話になってきた親に家を建ててあげたい。そしてあとはこのコロナの期間もずーっと癒してくれてきたニャンコ。今はアパートなんですが、この一つ前のところは一軒家の曲がりで、当時その庭にニャンコを出していたら、すごく楽しそうにその蝶々とかくり回したりしてたから、今度はもう一回そういうことができるよ よような一軒家家にに住みたたいいですよねあととはは自自分がが海や自然が大好きだかからゆゆくよくはハワイに引っ越しててを建てたいとかもうここ最近でもそのハワイが好きすぎてそのハワイ関連の映画バリバリ見てるんですよね。とまあこういったことはね言い出したらキレがないんですけどこれらのゴールをいずれ達成していくってことが今の自分の原動力になってることは間違いないと思うんでこれからもねこういったハプニング的なことはたくさん発生していくかと思いますがその都度ねその回り道も経験と捉えてどん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 そのゴールに向かって走り続けていきたいです。 はいとまあ今回も少し長くなりましたがこんなダークマヨシティビーを今後ともよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました